じゃあでは続きましょう。コピー飲みますか？コピー飲みますよ。どんなコピーですか？コピーシー主体。コピーシー主体。小山さんは？私はコピーを主体を飲みます。では今選択肢を増やすためにさまざまなコーヒーを飲んでみようと思います。イエーイ、はい、どうぞ。見た目のカップか見えます？あ、見えます、見えますかね。じゃあいただきます。いただきます。飲んだことない。飲んだことない。これ本当ですか？待って、マジで初めて飲んだ。はい、3、2、1。コピシー主体。あー待って。タイミさんはコピシー主体と言いました。小山さんはコピシーカータイと言いましたよね。一人は正しいです。誰でしょう？谷口さんは、はい、ありがとうございます。いつもの飲んだ時間がありましたね。コピシー初めてかも。そうですか。はい、はい、はい、見せますね。どれで一緒だね。まあ、さっきと見た目は一緒ですね。色は一緒です。はい、どうぞ。いや、これも飲んだことないんだよ。え、なになんか、なに、実はシナプルチューはこれを飲むと多分答えられないでしょう。さっきも同じ。多分難しいですね。うん、あ、そうね。ちょっと待ってよ。上手なコーヒー。ちょっと待ってよ。胃がパクパクなってた。はい。はい、じゃあ、3、2、1。コピー主体。一人が正しいです。本当ですね。誰でしょう？これはそうでしょう。クラマさんはコピー主体。コピー主体。で、谷口さんはコピポー。そう。誰？正解は、コピー主体です。びっくりした。やったー、びっくり。これはちょっとね、これなんかさっきのやつとミルクの味が違かったんです、うん、そうです。それだけです。やったー、嬉しい。ちょっと薄い変化球が来たわ。びっくりした。でも正直コピーだと思った。コピー、うん、普通の、うん、でもちょっと違うのかなと。最後です。ラストです。はい、見せます。これはもうね、さっきと全然色が違う。が違う。うん、ちょっと胃がだいぶコーヒーちょっとだけ。いただきます。あ、これはなん、これがあれなのか。あ、なにこれ。これも初めての経験ですよ。これがあれなんだろうけど、うん、はい、はい、じゃあ3、2、1。コピポー。これがポーでしょ。コピポーですか？違う、コピオポーだ。どっち？コピオポーだ。ありです。、はい、もう一回、はい、最後のせーの、コピーオーポー。かっこ悪い。もう一回、もう一回。だってコピーオー、コピーオーである。細いんじゃないもんね。大丈夫、大丈夫、大丈夫ではない。コピー機械の、あれか、あれ、あれなのか、あれなのか。そういうことか。最後ね。じゃあ3、2、1。コピーオー主体。
違います。全部違う、はい、正解はコピオです。普通のコピオです。あれおかしいです。すごくね、甘みが抑えられてる感じがした。すごく苦いよ。よく覚えられますよね、はい、色とかポーとか。一番美味しくない。いつも飲んでるんだけど、この3枚の中にどれが一番好きですか、はい、個人的に。私はコピシー主体ですね。やっぱりですね。3つだったらコピオかな。コピオ、うん、コピオ。あんまり魅力が好きじゃない。あ、そうですか。じゃあもしそれこれからもいろいろなコーヒーを注文できますよね。はい、今度あれ飲みたいですね、あの真っ黒になってたやつね。そうね、ビーロー、ビーロー、ショコソピド、コスンティーロ、コスンティーロ、怖いですね。はい、はい、コピオコスンティーロ、はい、今度飲んでみたいと思います。いや結構ね、俺当てられると思ったんですけどね。私はそんなこともなかった。そんなこともなかったです。あと方がね、すごいインパクトあったんで飲みたかったんですけど、出てこなかったですね、方がね。分かってなかった、うん、じゃあ結果発表します。あ、結果発表、はい、タイミーさんは7点です。7点、はい、はい、勝ちましたね、ありがとうございます。そうですね、栗山さんは9点です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。そんな当てれると思ってたし、負けると思ってた。これね、私たち今まあこんな感じで飲みましたけど、どうですか。今ね、今日カメラ撮ってくれたリュウシンさんとアリシアさんなんですけど、なんか何が好きですか。私はっていうの方が好きです。でもいつもの注文は低集体。私好きなのはここは入ってないユンヤンです。ユンヤンはコーヒーとテー一緒に飲みます。コーヒーと紅茶一緒にしてしまう、うん、今度これも、ね、挑戦してみたいな、うん、飲んだことないですね、うんうん、はい、ぜひ飲んでみてください。飲んでみます。いろいろね、あのコーヒーショップいっぱいあると思う、はい、うん、しかも安いしね。そうですね、普通のスターバックスとか比べたらだいぶ安いんで、ホットだとこれで 1.5 ドルから2ドルくらい、100円ちょっとです、ね、100円ちょっとで、なんでちょっと日替わりで変わって、ね、いろんな全種類制覇もいけます。今度はあのあれですね、谷口さん の, あのコーヒーのお使い私行ってきますんで、何買ってくるか分からないです。当てるっていう。あ、そうそうそう、やってみましょう。やってみましょうかね。、はい、では今日はね、シンガポールのコーヒーコピーをクイズ形式でご紹介しました、はい、なかなか日本では見られないコーヒーの種類とか、うん、まあ、組み合わせとかもあるので、またね、機会があれば飲んでみたり食べてみたり、はい、はい、してみたいと思います、はい、では本日の動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。